こんばんは。今回は前回のもし全人類がセミ人間だったら世界はどうなるかの2回目、食料編です。前回はセミ人間の人生について考えましたが、今回はセミ人間の食料について考えます。セミ人間の基本的なことを知らないと意味がわからないと思いますので、本題に入る前にちょっと基本的なことを説明します。できましたら前回の動画を先に見てください。 よろしくお願いします。セミ人間の人生は、99.7%が地中で幼虫として生活して、成人として地上で暮らすのはたったの0.3%です。例えばセミ人間の寿命が85歳だとすると、地中での暮らしは84年と9ヶ月となって、地上での暮らしは3ヶ月になります。 地上の人口が80億だとすると地中には6720億匹の幼虫がいます夏に80億のセミ人間の幼虫が地中から一斉に生い出して80億のセミ人間が出現します3ヶ月後の秋まで地上で生活してその後産卵をします女性セミ人間は平均2個の卵を産んで 産卵後には男女すべて死亡します。秋が終わり冬が来ます。冬が明けて春になります。冬から春の間は、セミ人間は地上には存在しません。夏になりました。また地中から80億のセミ人間幼虫が地上に生い出して80億のセミ人間が出現します。 ここまでが前回解明したセミ人間の人生の概説です今回は地上生活の3か月間の食料について考察しますまず最初にセミ人間は一体何を食べるのでしょう地上にいる間3か月とはいえセミ人間にも食料が必要です えー、セミ人間は何を食べているのか資料がありませんでしたが、えー、やはり口の形がこのようにストローですので、えー、普通のセミと同じで樹液だと考えられます、えー。人間が食べているような固形物はセミ人間の口では食べられません。えー、こんな感じで木にしがみついて、チ、え、ューチュー樹液をすると考えられます、えー。まずセミ人間が必要とする1日の樹液の量を考えます。 これは人間が一日に必要とするエネルギーを参考にします。人間の場合、一日に必要なエネルギーは体の活動量によってこのようになります。まずその位置として、身体活動量がやや低い、デスクワークが主な職業や主婦業です。イメージ的にはこのように散歩程度でしょうか。これで体重 1kg あたり、25から 30kcal 必要になります。 次は身体活動量が適度なもので、立ち仕事が多い職業や農作業、漁業などが該当します。イメージ的には軽いジョギングになると思います。これで体重 1kg あたり30から 35kg、35kcal 必要になります。最後に身体活動量が高い、力仕事の多い職業や土木建築業などです。 これはイメージ的には短距離走になるでしょうかちょっと大げさかもしれません。これは体重 1kg あたり 35kcal 以上のエネルギーが必要になります。ところでセミ人間は本物のセミから想像するにあまりガチャガチャ活動しそうもありませんので、やはり、い、こんな感じでゴロゴロ樹液を飲んでダラダラ過ごしそうですがあの、一方テキパキ活動するセミ人間もいるかもしれません。これは何とも言えませんので、 今回はこの1と2の平均を取ります。はい。これを計算すると 30kcal ロロとなります。これを採用します。次にセミ人間の体重ですが、つぶらやステーションのデータによりますと、150kcal だそうです。これを 30kcal 30ロロにかけて、4500kcal ロロとなります。 はい、これがセミ人間が一日に必要なエネルギーです、えー。次にセミ人間の食料である樹液のエネルギーを調べてみます。えー、樹液といっても、えー、木にも色々種類があって、えー、セミ人間が何の木の樹液を吸っているのかわかりません、えー。さらに樹液の持つカロリー情報もなかなかありませんが、 私が調べたところによると、あるサイトに、白樺樹液のカロリーが載っていました。このデータを使いたいと思います。はい、これ白樺です。この白樺にこのように筒を突き刺します。すると、このように樹液が出てきます。実際はですね、このようにダラダラ,でダラ,ダラ出てくるのではなくて、ちょろちょろ出てくるものです。 はい、えー、この樹液は 180g でちょうど 4kcal になるそうです。えー、つまりこれを 1kg に直すと 22.2kcal になります、えー。ちょっと余談になりますが、このポカリスエット 1kg で 110kcal です、えー。これはちょうど樹液の5倍になっていますので、えー、ちょうど樹液はこのポカリスエットを5倍に薄くしたものだと思ってください。 これから、樹液はかなり薄い飲み物だと想像できます。セミ人間が1日に必要なエネルギーは4 5 0 0カロリーで、樹液1キログラムが、22. 2 2 2カロリー。ちょっとわかりやすくこのように配置をしまして、この4 5 0 0カロリーをこの、22. 2 2 2カロリーで割ります。すると2 0 2 5ラムとなります。つまり、 セミ人間一人が一日に必要とする樹液量は 200kg ということになります。これはちょうどドラム缶1本分に相当します。ここから先は単位をリットルにします。はい、セミ人間一人が一日に必要とする樹液量は200リットルになりました。これ重要ですので、ここにメモしておきます。次に樹木は一日にどのくらいの樹液を出すのでしょうか え、いろいろ調べたんですが、あまりこのデータもなくてちょっと苦労したんですが、私が読んだ資料、樹液を飲むという白樺のデータを参考にします。白樺は、雪解けシーズンの3月末から5月の頭くらいの約1ヶ月半で、例えば樹液20年、直径20センチの木で、100から180リットルの樹液を出します。もっと太い木だと1トン近くの樹液を出すそうで、 えー、樹液の量は木の太さによってかなり幅があります。えー、またこのくらいの量の樹液を人間が取ってしまっても、えー、木はほとんど影響がなくて、えー、翌年も同じ量の樹液が得られるそうです。えー、さてここでこのデータを参考に、えー、この都合の域を登場させます。えー、この木は、えー、セミ人間の活動期である夏から秋の3ヶ月間で、 180リットルの樹液を出すことにします。3か月を90日として、この180リットルを90で割って、2リットルになります。つまり、この木は1日に2リットルの樹液を出す計算になります。セミ人間が1人で1日に必要とする樹液量は200リットルですので、これの100倍になります。 えー、ということで、一、えー、人のセミ人間が必要な木は、えー、このように、はい、100本となります。えー、セミ人間一人はこの木が100本あれば3ヶ月生きられます。えー、イメージ的にはこんな感じで、一人のセミ人間を、えー、このように100本の木が支えています。えー、セミ人間の人口は80億ですから、えー、この80億をかけて、 えー、結局、えー、8000木本の木が必要になります。えー、さて次に、えー、世界にはどのくらいの木があるのか考えます、えー。世界の樹木の本数がどれくらいあるのか調べてもわかりませんでしたが、えー、琉球大学理学部発のスタートアップ企業、えー、株式会社シンクネーチャーによると、えー、日本全土の樹木は約1200種類で、えー、その本数は 約210億本だそうです。このデータを使います。農林水産省によると、日本の森林面積は、全国土のおよそ3分の2を占めていて、約2500万ヘクタールあります。先ほどのこの210億本を、この2500万ヘクタールで割ると、一1ヘクタールあたりの木の本数、840本が出てきます。 つまり、100メートル ×100 メートルのこの1ヘクタールの土地に木が840本あることになります。これは日本のデータですが、次にこれを世界の森林に適用します。またまた農林水産省によると、2020年の世界の森林面積は約41億ヘクタールだそうです。しかし、寒冷地帯にはセミはいませんので、 え、セミ人間も、寒冷地帯にはいないと考えられます。よって、セミ人間は温暖なところでしか住めないとして、寒冷地域の森林は除きます。この青いところは寒冷地帯で、その森林面積は27%というデータがあります。これからそれ以外の森林は73%だとわかります。このオレンジ色のところです。 よって、セミ人間向け森林面積は、この41億ヘクタールに、この73%をかけて、約30億ヘクタールという値が出ます。はい、セミ人間向け森林面積が30億ヘクタールです。はい、次に、えー、地球上にあるセミ人間向け樹木の本数ですが、この森林面積30億ヘクタールに、先ほどのこの840本をかけて、 えー、約2兆5141億2000万本という結果が得られます。はい、えー、地球にあるセミ人間向け樹木の本数が分かりました。えー、この本数と、えー、セミ人間80億人に必要な樹木の本数8000億、えー、この2つを比べると、えー、この値はこの8000億の、えー、約3倍になります。まあ、これは計算すると分かります。 つまり地球上にはセミ人間が必要とする木が3倍もあるということになります。あの、イメージ的にはこんな感じです。セミ人間は地球の3分の1で十分で、残りの3分の2は未使用です。これが人口80億人の状況です。人口が倍の160億人になると、こんな感じになります。さらに人口が3倍になると、こんな感じになります。 これが240億人の状況です。ということで、セミ人間が地球上で3ヶ月生息するための食料はかなり余裕があるということが分かりました。かなり地味な結果になってしまってちょっと残念です。このセミ人間80億の状況は人類80億の状況よりもいいんじゃないかと思うかもしれませんが、もちろん実際にセミ人間が地球上に繁栄すると人類と同様の問題が起こる可能性があります。 えー、例えば、えー、単なる樹液食生活だけでなく、えー、もっと贅沢な食生活をするセミ人間が登場するかもしれませんし、えー、樹液をたくさん飲みすぎて余計なカロリーをとって、えー、このように、えー、肥満になるセミ人間も出てくるかもしれません、えー。私の友人はレストランに行くといつも大盛りでお願いしますと言います。えー、また食料を無駄に使う事態が起こる可能性もあります。えー、これはより深刻です。 例えば、樹液で作った燃料とかを使い出すと食料がすぐになくなってしまいます。食料で燃料を作るのはあまり良い,いアイデアじゃないと思います。このようにセミ人間も人口問題や食料問題にすぐ直面する可能性があります。それではまとめます。特に最後の結論はかなり重要で、私たちの生活にとってもとても参考になると思いますので、 あともう少しですので、最後まで頑張って聞いてください。地球をこのコップとして、セミ人間をこのコップの中の水とします。水はまだ入っていませんが、これから入ります。セミ人間の人口が現在の人類と同じ80億の場合は、ちょうどこのように30、30%ぐらいの水量になります。この30%という値を、 セミ人間混雑度と呼びます。えさらに水を追加すると、え水がいっぱいになり、えセミ人間混雑度は100%になりますえ。この状態でセミ人間の人口は240億になりますえ。次にこのセミ人間混雑度を簡単な式に表してみます。すると、はい、このようなとても簡単な式になります。 セミ人間混雑度は、セミ人間の労働量を1.075倍した値になります。いきなり飛躍しちゃったように見えますが、この1.075という値は、セミ人間の体重とか、世界の森林密度だとかの勝手に変更できない値をまとめて定数にしたもので、こっちのセミ人間の労働量、活動量でもいいんですが、 これはセミ人間が体重 1kg あたり1日に必要なエネルギーで単位はカロリーです。今回はこれ30カロリーで計算しましたので、はい、このようにセミ人間混雑度は32%になりました。例えばこれ倍の60カロリーで計算しますと、このようにセミ人間混雑度は倍の65%になってしまいます。 えー、この式の意味するところは、えー、セミ人間が労働すれば労働するほどセミ人間混雑度は上がるという意味です。はい、結論です。えー、セミ人間が重労働に励めば励むほど地球は混雑して環境が悪くなる、えー。これから我々人類が学べることは、無理せず適度に働いて適度に食べる。えー、ここですが、 適当ではなくて適度ですので注意してください。これは健康にもいいと思います。これで今回は終わりにします。次回はセミ人間死体密度と死体の持つ栄養度についてお話しします。それではおやすみなさい。